歌舞伎俳優の市川海老蔵が自身のブログを更新。長女、麗華ちゃん、長男、勸玄くんの晩ご飯の様子を公開し、反響を呼んでいる。海老蔵は、感謝、日常に感謝です。印。二人がいただきますをする様子の写真をアップした。この投稿には、本当に日常に感謝です。ニュースを見ると悲しくて涙が出ます。しっかり食べてくださいね。お豆のご飯かな？おいしそう。しっかり召し上がり、体調管理をなさって、月末は八千代座ですね。たくさんの方々がお待ちかねですよ。頑張ってください。麗華ちゃん、勸玄くん、いつもお行儀がいいですね。などのコメントが寄せられた。行ってきます。市川海老蔵。